香川県警高松北署は8日、清掃業務に訪れた部屋から腕時計を盗んだとして、窃盗の疑いでプロ野球、元巨人の投手で清掃業松本達也容疑者、31イコール高松市イコールを逮捕した。英明高、高松市、時代に投手として甲子園に出場し、2012年にドラフト1位で巨人に入団した。世代ナンバーワン左腕、 と呼ばれた元巨人の投手は、なぜ万引きを繰り返したのかフリマサイトで、月収100万円、元給仕の取り調べ刑事は、何やってるんですかと嘆いた。逮捕容疑は、1月8から12日にかけて、高松市に住む男性の住宅から腕時計2点、時価33万円相当、を盗んだ疑い。リサイクルショップに売りに行ったと供述し、容疑を認めている。 松本容疑者は15年、野球賭博に関与したとして日本野球機構、NPB が無期失格処分とし、巨人も契約を解除した。